おはようございます。本日は川崎ゼファー1100乗っていこうかなと思います。作業内容ですけども、FCR キャブレターのセッティングと、ブレーキホースとなってます。はい。結構お預かりが、ある間ですね、他のお客様にこのゼファーね1100触れることが多かったんですけれども、フルカスタムでいいと思いますけどね。どうですかね。かなり、目立ってたんじゃないかなって思いますんで、前回り見ていきます。よいしょ。はい、ホイールがまずゲイルスピードで、オーリンズの、整列フォークが入っていて、サンスターのプレミアムディスクの320倍の、ホール&スリットになってて、オプションのゴールドピンがついているということになってます。インナーは M タイプですね。はい。で、まずこれなんですけど、これ分かりますかね。カーボンを塗ってるんですよね。これだからここカラーリングになってるんですけど、ここカーボン出てるでしょ。だからこうグラデでね塗ってるということです。これ一番贅沢な塗り方なんでね、かっこいいんですよね。はい。で、これなんですけど、ブレンボの 40mm ピッチ、削り出しなんですけど、これむちゃくちゃ高い方なんですよね。あ、なんやったかな、このマークチタンピストンでしたっけ、ちょっと間違ってたんですよ。これ確かむちゃ高いやつやったと思います。はい。で、これがノーブレストさんの、スタビライザーですね。はい。で、オーナーさんがね、ここの長さがすごい長くてかっこ悪いというのを気にしてはったんで、これをちょっと取り付けてみて、ごまかすじゃないですけど、一つアクセントを入れたいっていうのと、ちょっと後に出てくるんですけど、これですよね。ちょっと突き出し、これ見えるかな、多めにしたんで、それで、どうなるかっていう感じですかね。はい。で、これですね、オイルクーラーとなってます。で、あとこれですね、ブレーキ曲ですね、こっちから出せなかったんで、こうダイレクト見えるかなになってるんですけど、こういってここのセパレーター入れてるんですが、お預かりの時ね長かったんで、フロントフォーク突き出ししたっていうのもあるんですけど、もうストロークしたらこのオイルクーラーがむっちゃ近かったんですよね。なのでね、ブレーキホース取り回し考えられる方、そういうのも考えて、ちょっとね、この交換前のやつの動画もね撮ったんで、ちょっと貼っときますって感じで。はい。ちょっと短くさせてもらって、真横から見ても同じ長さで出るようにっていう感じを心がけたかな。はい、って感じです。はい。次マフラーこんな感じで4本綺麗に光ってると、これですね。エンジン黒かっこいいですよね。 NGK のプラグキャップ入ってます。これ多分シャボン玉でしょうね。虹エラカットしてます。はい。これなるな、アクティブのサブフレームだと思うんですけど、塗ってんのかな。ちょっとハーフなブラックになってて、プロテクターですね。デイトナかな、ちょっとわかんないです。はい。で、ウィリーの、カバーに、何やったっけこれ、 SPO って書いてますけど、中が見える、ちょっと曇ってますけどね、クラッチカバーとなってて、これが今回入れた FCR の、37倍。オーバーホールはしてません。そのまま中古で持てたみたいなんで、それを入れ替えさせてもらってセッティングしたという感じですね。はい。で、ティーレバー入ってます。で、シャボン玉のブリザーカバーと出て、これですね。ステップがわからないです。どこやろな、軽ファクかな、わかんないです。で、リアマスターがゲールスピードと、あ、タッチはねカチッとしてていいんじゃないですか。これ油圧スイッチですね。これ車検場行ってから壊れるっていうのがね、僕2回やるんで、いい思い出はそんなにないですという感じで、マフラーがバグースと421ですね。421となってて、オーリンズのブラックライン、これ今出てる中で一番高いんじゃないかなって感じで、後ろも、はい、これですね。サイドカバーもそうですけど、カーボン塗って、こっちもカーボン塗ってという感じで、後ろも、高い方の2ポットのブレンボにウィリーのトルクルトでウィリーのスイングアームと、いやー、もうフルカスタムですねという感じでいいんじゃないでしょうかね。かなり触ってるんですよね。で、一応セッティング終わって、フロントフォークを突き出しして、僕乗ってないんですね。従業員の川口に乗ってきてってお願いしたんで、実質僕今から乗るので初乗りという感じなんで、早速乗っていこうかなと思います。はい、じゃあエンジンかけていこうと思います。さあ、どんな感じなんでしょうね。軽く暖気をさせていただいたんですけれども、56.6度ということでいきます。いやー、そうですね、うちの従業員 K の話ではかなり乗りやすいですよということでね、言っていただいてるんですけど、そんなゼファー食わしないやろということでシールド閉めます。さあ、ゼファー1100ですね。ポジションはいい感じですね。で、シートは何やったかな、張り替えてるのか変えてるのかあったと思うんですけど、ちょっとこうあんこが結構抜かれている感じ受けるかな、ちょっと固めっていう、印象を今受けてます。はい。さあ、このゼファーなんですけど、初めですね、
一度来てもらった時に、なんだハイビームなってるな、はい、一度来てもらった時にミクニがついてたのかな、ミクニの TMR がついていて、でまあ、あのいろいろちょっと話をしてそのまま帰られたんですけど、まあ、後日あのやっぱ FCR あるからつけてセッティングしてほしいということで預かりました、はい、で、このご覧の状態にはなってて、うん、やっぱそうですね、 FCR でわざわざこう変えてくれるっていうのがすごい嬉しい、まあ、僕はねあの FCR が好きなので、うん、嬉しいで、まあ、ブラックボディの方ですしね、はい、ということでハンドル周り見ていきましょうかね。さあ曇る、はい、アクティブのハンドルハイかな、で吉村の、テンプメーターにアクティブのタイプ3のホルダー、スイッチボックスで、アントライオンのマスタータンクステですね。で、これクロッキンの、これアントライオンのミラーなんですけど、これシャボン玉のオリジナルじゃなかったかなって感じがします。はい、ブレンボ右が、1918で左が1618のレーシングタイプですねになってると思います。はい、いやこのオートバイね、まとめ方めちゃくちゃうまくて、でちょっと触れてなかったんですけどね、これアルミタンクなんですよね。これ分かりますか、入るでしょ。これね、アルミタンクなんですよね。むちゃくちゃお金かかってます。さあ、一応気になってるのは、そのフロントフォークなんですよね。まあ、キャブやったんですけど、まずそっちです。あの、フォークはやっぱこう、結構突き出ししてる方だと思うんですよ。で、ウィングタイプなんで、まあ、純正ベースって考えたら、今で、プラスっていうかな、突き出し量で言うと13ミリやったと思うんですけど、まあ、これってやっぱ結構出してる方なんですよね。だから、うん、いろんな見方あるかとは思うんですけれども、まあ、その先ほど触れた、あそこが長く見えてちょっとなっていうの、うん、で、フロントフォーク自体はこれ、で、あの、もちろんオーリンズにはなってるんですけれども、まあ、そこが気になるからっていうので、やっぱ見た目大事なんでね、その意見もすごいわかります。だから、フロントアッパーでなんかリア下がりみたいな、アメリカみたいなデザインになると、やっぱオートバイってあんまね、ネイキッドバイクはかっこよくないんで、うん、まあ、ケツ上げみんな好きやと思うんですけど、やりすぎるとちょっとっていうのもあるんで、まあ、良きバランスのところでいければっていうのもありますから、まあそこでね、いろいろちょっとオーナー様の願いも、叶えつつやってみた。ただ突き出し量が多かったんで、やっぱ正直怖かったんですよね。もうキュンキュン切り込みすぎるバイクになったらどうしようっていうのがあったんで、でまああとはその、キャブレターのセッティングのこともあったんで、まあうちの川口にちょっと、このフロントの突き出したことによるそのデメリットがあるかの確認と、まあ FCR を今回やってきたからちょっとセッティングどんな感じか見てきてっていうことで、あえて僕は乗らずに行ってきたら、まあ、すごい曲がるし加速もめっちゃいいというインプレがあったんでね、今乗らせてもらっているという状況にはなってますから、これあれですね、ガソリンコック今ペタイなんでね、これ多分ね今しかったですね、オフオン、これでリザーブかなになってると思います。ちょっとガスクス調整もしかしたら出たらごめんなさい。コアソリンコック自体はね、あのピンゲルのコックがついてます。はい、これやっぱね操作中でもね川崎純正と比べて柔らかいですしね、触りやすいですよね、うん、っていう感じで、大体おっとこれは止まりましょうかね。さあ大丈夫です、もうすごいいいキャリパーとマスターが入ってるんで余裕で止まります。はい、全然怖くなかったです。よいしょっていう感じでしょうかね。 57.4 度ですか。やっぱゼファーはねある程度ね油温上がった方が調子いいですね。あの大体のゼファー1100って40度ぐらいまではあのアイドリングでこのこういうのをやるとパス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 って言うと思うんですよね。で40度超え始めて消えるかな。うん、速いやつはすぐ消えたりとか全然ならなかったりするんですけどね、未だにこのパスパスになるやつとなりにくいやつの差のね、内容がわからないんですよね。なんでなんでしょうね。だからやっぱピストンとシリンダーのクリアランスが広いとああいう風になるんですよね。要は暖気してピストンが広がってあれがなくなるんですと思うんですけどね。だからやっぱへたってるんかな、ちょっとわかんないですけど、もうならないやつは全くならないんでね。はい、行きます。ちょっと加速してみましょうかね。川口がすごい調子がいいと言っていたので、そうですね、やっぱりね、あれですね、パーシャル、この10とこの20が、なかなかね、こうゼファーってうまいこと合わなくて、結構苦戦しました。で、最初はちょっと、パワーの、グラフでいうと、薄さがちょっと出てて、でちょっと全体的に濃くてみたいな感じで非常に難しくて、うわーこれゼファーセッティング出えへんやつかなと思ったんですけども、ちょっと触れば普通にこう思うように動いてくれてかなりやりやすかったですね。まあ、あの最初にも触れたんですけど、あのノーマル、ごめんなさい、マフラーが421なんですよね。ちょっとこの辺で貼ります。421
位置なんで、やっぱりね、セッティングしやすいですね、圧倒的に。41より421の方が、やっぱりこう、セット出しやすいかな。これは今まで変わりはないんですけど、すごい調子も良くて、すごいセッティングもやりやすかった。で、すごいフルカスタム車なんですけれども、ちょっとね、馬力が低かったんですよね、悲しいことに。99馬力から。100乗らなかったっていうのがあって、ちょっとだけ悲しみを背負ったかな。これ走行距離も1万5000ですからね、全然ね、ほんま微車中の微車なんですけれども、馬力だけもうちょっと欲しかったかなっていうのが本音でありますかね。まあそこ以外はまあ100点かな。でも全然調子悪くないんですよね。だからその辺のちょっと悔しさはあるんですけれどもね。ただ多分普通にこう加速自体むちゃくちゃいいんですよね。今ちょっと本当にかかってやっただけなんですけども、接地感なかなかフロントがなくなるぐらいの加速はあるんですよね。だから確かにトップは、100馬力ないんですけど、加速感っていうのはまたこのね、キャブレターのセットとマフラーで変わるんで、そこは全然違うかなっていう感じですかね。今日曇り方がえげつないなっていうのはちょっと思います。で、今すごい怖いのがちょっと雨降りそうな気がしてるんですよね。これね、やっぱフルカスタム車濡らしたくなくて、まあどんなバイクでも濡らしたくないんですけど、うちって基本オートバイお客さんの外出さないんですよね。まあ、それゆえにうちのバイク屋っていう認識が皆さんにされてないっていうのはあるんですけど、やはりね、濡れるの嫌ですしね、なんか外置いとったらなんかあったら飛んできたら嫌やなっていうのもあるんで、そこだね、問題からうちはまあオートバイ外に出してない。唯一濡れる可能性があるとしたら、僕は試乗中に雨が降ると、もうここだけなんですよね。だからちょっとなかなかもう、もし降ったら申し訳ないなということで、急いで帰れればいいなと思って左曲がります。さあ、これゲイズスピードでしょ。突き出ししてるけど全然曲がりやすいですね、やっぱり。すごいいい感じに曲がれてるというのと、やっぱ雨降ってきましたね。なかなか加速めっちゃいいんじゃないかな。さあ、右入っていきます。なんだろう、ちょっと降ってんのかな、微妙な感じ。路面が濡れてるようにも見えるし、ちょっと曇りになってるような感じもしますかね。はい。さあ、一応このゼファー、やっぱりね、お預かりしてる間も結構なんか写真とかも撮られてる方多かったかな。なかなかフルカスタムなんですよね。で、やっぱりね、このゼファー1100のノーマルから、新車から持ってはる方ももちろんいると思うんですけれども、やっぱ言うと重たいんですよね、ゼファー1100というオートバイ自体は。なのでノーマルホイールであるとか、ノーマルマフラーであるとか、まあその辺から経験してる方がどんどん変えていって軽くしていくわけではあるんですけれども、このゼファーはね、異様に軽いですよ、やっぱり。ホイールも変わってて、タンクもアルミタンクですからね、もう軽量されまくってて、やっぱ軽い。で、転がり始めっていうのが軽いんですよね。なんかこうよいしょって押すでしょ、バイク。で、その時ってやっぱこう最初にこうグッと押すと思うんですけど、やっぱりね、こう整備されてるオートバイとかってやっぱ軽いんですよね、転がり始めの一発目が。だその辺がね、やっぱうわちゃんと見てはるなっていうのがね、こう愛が伝わるというか、バイク見たら大体わかるんですよね。なんかそういう感じすごい受けましたかね。はい。いやーって、おっからめちゃくちゃ寒いですね、最近ね。ちょっと前行かせてもらいますと、この辺で止まりましょうかね。よいしょっと。よし。そうですね、タッチもなかなかいいですね。もうちょっと僕だったら手前に引くかなっていう感じですかね。まあ寒いんでね、なかなか気温も上がりにくいですけど、今 65.2 度ですかね。はい。いやー、最近ね、うちってこう最初バイク紹介させてもらったりしてるじゃないですか。で、左側とか見せてくださいよみたいなことを結構言われないんですけども、どうなんでしょうかね、そっち側も見たいですかね。なんか私としては、なんかこのオートバイ反対向けなあかんっていうのもあるし、出発するの右やから、またそれ反対向けなあかんっていう手間があるんで、私としてはね、あんまりこう動画の尺を伸ばしたくないんですよね、個人的にはね。なんか1分1秒でも削れるとこ削りたい。まあこれはもうね、岡山サーキットと一緒なんですけど、長い尺ってどうだろう、あんまりこう見ないんじゃないかなって個人的には思っているので、なんかこの要点まとめて、一番なんて言ったらいいかな、短く簡潔に分かりやすくっていうのが僕好きなので、で、あとはまあこだわりとしては、この僕がいつも前前から出発一足入れて帰ってくるまでの間って、まあ今これ何代目なんでしょうかね、80代ぐらいになるんでしょうかね、今まで乗ってきて。その中で1台もこうカットしてないんですよね。
この試乗中ってだから割かし私ずっと喋り続けているという感じです、うん、だから皆さんもね一回やってみてください、10分ぐらいの試乗で喋り続けることの難しさ、うん、あの別に自慢してるわけじゃないんですけどもね、私は思ったことをひたすら言っているだけなんですけれどもなかなかね難しくてこう喋りたいことがあってその次また頭に想像しておいてその次を考えるみたいな感じでかつ前見ながら運転して乗ってるんでこれはねあの法定速度じゃないと絶対に無理です。左曲がりますよいしょ。曲がりやすいですね。結構ねあの懸念してたのがあのフォーク突き出しすぎててこうインチキになるというかなんかすごいこう怖い感じになるんじゃないかなって思ってたんですよ。で直進安定性とかはねちょっとこれぐらいで全然わからないですけどいや曲がりやすいですね、うん、と思いますよ、うん、だから単純にそのフロントフォークのねそのインナーが長く見えるっていうのは硬くて沈んでないのかなっていうのも思ったんですけど R1 ですね。はい左曲がります。でも全然ねあの曲がりやすいんじゃないかなと思いますけどね。行きます。さあここでゼンマイで帰ってくると、うん、加速むちゃくちゃいいですね。はい帰ってきました。なんかあれですねミクニみたいな加速ちょっと感じしましたかね。なんかねすごいフラットに軽いっていうイメージでしたかね。はいということで帰ってきましたと。よいしょ。さあ、バグースの421ですねと FCR のパッケージです。アクセルもむっちゃ軽いんですよね。これまあ一応ワイヤーはね新品変えてるんですけどねミクニやったんで景品用とちょっと違うんでね。はいという感じです。はいということで、帰ってきました。まあフルカスタムですよね。もう本当にシャボンの、ウイングのステムも入っていて、うん、あとはまあレイダウンキットを入れたいっていう話をしてたかな、うん、っていうぐらいでしょうかね。まあ、これちょっと乗ってたら楽しいでしょうね。これね遠でも全然辛くないと思います。単純にめちゃくちゃ速いし、まあ、僕はねちょっと人様のお客様のオートバイというのがあってかなり遠慮し気味に乗らせてはいただいたんですけれどもクラッチも軽いしねこれ所有感マックスですね。ずっと売らずに乗っててほしいなと思います。はい、ちょくて楽しかったです。ありがとうございました。